はニッキの和風のお皿が出てますので紹介します。これいっぱいあるね。やっぱね、赤とかピンクとかね、ちょっと女の子っぽいので使いにくいっていう人もいると思うので、こういう年配の方とかですね、男の人とかですね、そういったところでそういった方々にお勧めしたい一品だと思います。まずお皿、お皿は1200円です。この横が横長のお皿、これ魚とか煮物を置くのもいいね。1200円。グラス、グラス800円です。湯飲み800円になります。そして急須、急須はですね1800円です。関係ないけど急須って右利き用に作られてるよね。左手用の急須って見たことない。まあいいや。こちらの反対側に、はい、ミッキーの柄が入ってます。でこの下がちょっと深いお皿、サラダとか盛るのいいですね。こちら1600円、1600円。そして丼です。ご飯じゃないな、これラーメンかな。1600円の丼です。そして小皿、あえ物一品物とかおしんことか、あと醤油なんかいいですね。こちら800円です。大皿です。これ大きいね、見て、俺の手よりはるかに大きいんで、一人前のカレーとかそんなんじゃないですね。もっと大きいです。俺の手より大きいんで、うわー重い。1600円、めちゃくちゃ重い。これ取り扱い要注意です、皆さん割らないようにしてね。箸置き、箸置き900円、贅沢だ。箸、箸ですね、箸1100円です。これはお土産がいいかもしれません。そして深みのあるボウル900円。煮物とかいいですね。肉じゃがとはこれ調理いいかもしれませんね。小皿900円。お茶碗、これはご飯1膳分でちょうどいいですね。こちら900円です。ご飯用にどうでしょう。そして最後エプロン、すごい、これ腰に巻くエプロンだ。なんかいなせな感じがするね。よーく見るとミッキーだ。これはさりげないね、うん、男性も使えそうです。これはこちらは2300円になります。そして、あ、最後布巾もよーく見るとミッキー入ってます。布巾は35で600円になります。はい、以上です。